楽しい学生生活を送れる千葉県の私立大学ランキング。どうも、大学紹介チャンネルを運営しているセシミンです。今日は楽しい学生生活を送れる千葉県の私立大学ランキングについて解説しようと思います。今回の動画はネットラボ調査隊がボイスノートの協力のもと行ったアンケート結果をもとに解説しています。参考にした記事を概要欄に載せておきますので、ぜひそちらもご覧ください。早速ランキングを見てみましょう。こんな感じになっています。第1位は神田外語大学となっています。外語大学が1位に入るっていうね。得票率は 14.5%。 第2位は千葉工業大学。こちらも工業大学なので単価大学ですね。 13.8% となっています。第3位、東京キリスト教大学。この3位までがね、結構僅差なんですけれども、3位から4位でね、かなり差がつきます。第4位は中央学院大学。第5位千葉商科大学。第6位淑徳大学。第7位千葉科学大学。第8位麗澤大学。第9位東京情報大学。第10位江戸川大学となっています。それにしてもね、千葉県の私立大学って数が多いですよね。今回は第10位までしか解説してないんですけれども、このランキング21位までありまして、そもそも県内に私立大学が21個もあるのがすごいんですよね。かなり多いなと思います。ただね、千葉県ってあんまり私立大学強くないんですよね。国立大学の千葉大学は結構強くて、全体での人気ランキングなどいろんなランキングで上位に入っているんですけれども、私立大学の方はね、あんまりパッとしないですね。それでもね、レベルの高い大学もあるので、楽しい学生生活を送りたいと思ったら、このトップ3ぐらいに入るのがいいんじゃないかなと思います。ちょっと分野が特化してるんで合うかどうかっていうのは人それぞれだと思いますけど。はい、この動画では楽しい学生生活を送れる千葉県の私立大学ランキングについて解説しました。チャンネル登録、高評価、コメントの方よろしくお願いいたします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。